はようございます。おはようございます。東京、違う違う。沖縄1日目です。もうね、3日目ぐらいの。3日目ぐらいの充実度。失礼します。というのもね、昨日沖縄着いてすぐ、沖縄住んで友達に、車で迎えに来てもらって、めちゃめちゃ星見に行ったよね。そう。最初星見に行って、いろいろ星の調整とかしてて、そこで、ホタルが現れるね。ピュンピュン。ピュンピュン。ホタルと星空のコラボレーションよ。ね、コラボレーション。コラボレーションよ。めっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗だった。沖縄って、ホタル、海で見られる。そうそう、海で見れて。びっくりしたよね。で、そう、今回そのね、特別ゲストがね、今日沖縄を案内してくれるということで、スペシャルゲストです。みやびです。よっ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 目バキバキだったけど今。誰か嬉しい、うん、どうしよう。これが YouTube だ。よし、じゃあ沖縄案内してもらおうか。任せてください。実は僕たち誕生日一緒で。そう。ソウルメイトなんで。そう。いや、ほんまに。途中でどっちがどっちか分かんなくなるかもしれないけど。ならないの。ならないか。絶対ならない。沖縄なのに関西出身ということでね。そうですよ。脳がバグるけど。よろしくお願いします。はい、任せてください。読めた？え、アルファベット読んだ？普通に？不正なし？すごい。北海道と沖縄はすごいよね。読まれへんやつ。名が。紀州高公園と京都。京都？何何なんで京都なの？わからん。もう京都の人が作ったんじゃん。適当だな。動画にするぞこのまま。脅し文句が怖い。看板とかなかった？これね。どれおすすめ？じゃあ、食べそばで。沖縄住んで、なんか今年で5年目。めっちゃ不思議。不思議だね。なんで見せてるの？本当に嫌なんだよ。やだ。やだ。本当に嫌だ。すごい。見たいわよ。肌が黒いから。ああ、そう。ポケモンと一緒やね。沖縄地方。超楽しみだね。ね、ちゃんとそのサバ食べたの初めてか。うん。こういうお店で食べるの初めてだね。食べたら帰ろうか。ちょっと満喫。はい、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。ウィなんだっけ、何が入ってるんだっけ、アグー豚と梅肉と軟骨と、おいしい。沖縄を感じる。麺がすごいね。麺すごい、麺にすごい味付いてる。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これね、アグー豚の出汁と麺がめちゃナンクルライスしてる。いや、さっさと沖縄そばはいろんなところに行ったんですけど、一番美味しい。プロの味変を見せてくれ。アピールすぎる。プロお酒飲ま…お酒スーって感じ。笑っちゃうわ。こんだけで一滴で熱くなってきちゃった。次行きましょう。はい、お邪魔してきてる。回してるじゃん、もう。めっちゃ綺麗。超楽しいね。超楽しいよ。超楽しいよ。これ以上無理だ。俺いいぞ。次はどこ？次は、チャタンの島子コーヒーに行きます。おー！超おしゃれカフェ。楽しみだった。ねえ。おしゃカフェ。おしゃカフェだよ。え、初めて見た。え、めっちゃフリーメイソンじゃん。え、すごい。え、何してんのここで。沖縄で足湯だって。およ、サンダルできてよかった。いい温度。あー、ちょうどいい。意外と深い。この日焼け。
いいね。やげすごい。パンダじゃん。パーで、うん、ほんまにチリみたいに目線上にちょっと持って、あ、オッケーオッケーオッケー。いいね。そのままよ、そのままよ。早く見合ってね。これ、それ正面から出して、顔へゴミ行くよ。あれ、ゆうちゃんも絶対ゴミ行くよ。びっくりしたこれめっちゃいいじゃん、めっちゃいい、めっちゃいい。え、いいね。そっち。おしゃカフェ、おしゃカフェ。どうぞどうぞ。先生、ここの説明お願いします。僕はコーヒーが飲めないので。あら、かわいらしい。あれ、お兄さん、コーヒーは飲め。全然全く。コーヒーもお茶も飲めないですね。超おしゃれだよ。海外、海外だ。なんだここ。上まで全部同じ、全部一つのお店。バーと、ほんとね、一つのお店。めっちゃ可愛いな。可愛いね。何にしたの。なんだっけ、カフェラテ。カフェラテ。自分チョコ、どっちだ。チョコミルク。思ったよりさっぱりしたね。甘い。3人で撮ろっか。沖縄にしかないもんね。サーティワンとかにないもんね。チンスコーが砕いたのが入ってるんだって。ありがとう。めっちゃ美味しい。次これにしよう。食べたら怖いって。おー、新たな使い方。あれか、今緊急で動画を回してる。よくあるやつ。さっきね、一回みやびの奥さんを車で拾って、いろいろ買い物とか行って、ちょっと僕がね、三脚をさっき行ったアメリカンビレッジに忘れてしまったことに気づき、今二人を降ろして戻ってきたんだけど、もうあれから時間、5時間ぐらい経ってるよね。5時間ぐらいかな。5時間。うわぁ、どうだろう。あるある、大丈夫、大丈夫。絶対ある、絶対ある。なかったらもう帰れないわ。本当、ありがとう、本当、運転。とんでもございません。ありがとう。なかったらもう自分が三脚になるしかない。どういうこと。あっち綺麗、あっち撮りたい。綺麗綺麗。夜でもいっぱいいるね。あ、で、やっぱ夜綺麗だね。綺麗。大丈夫、あるよ。あるかな。あるある。あ、めっちゃ、あ、ドキドキだわこれ。あ、夜綺麗。あ、ダメだ、ちょっと行くの怖いな。なんで。でもあっこやね、多分ね。あの細い道のとこやと。あそこでもなかったらどんどんネガティブになっていくぜ。あっちめっちゃ綺麗よ、クリスマスマーケット。あ、すごい。え、ちょっと綺麗すぎない道。こんなに綺麗なとこにポツンとあるかな。
やばいなこれ。これやばいな。もう始まってる？始まってるよ。国際通りの一本裏に入った、うん、第2巻市公設市場ってのに行ってます。あっち。どれが市場なの？あ、これ？そう、これ。あ、これ市場なんだ。もともと第1市場が那覇の国際通りの商店街の中にあったね、うん、そこが古くなったか何かで一回仮のところに移転して最近になったのがこっち。へー、閉まってんのかな。か、入ってみようか。国際通りに市場あるんだ。すごい。あ、すごい。すごい。上で買ったやつをお店ごとに上で調理して食べれるスペースがあって、今、これよく見る、平渕。なんか、タイっぽいよ。白身のタンパン。おいしいおいしい。じゃあ、これで。何のジェスチャー今の。抱えてる。ビチビチね。おいしい。沖縄の味する？うん、うん、もう、ここが噂の A&W 牧港店。このパンパン見たかったんだ。これが伝説のフードビア。これがどういうものか教えて。沖縄県民おすすめ、おすすめなんでしょ。オレンジはおすすめだよね。海外の砂糖いっぱい入れたよな。オレンジはおすすめ。オレンジはおすすめ。フードビアはシップ越し日本味噌で一週間寝かしたいこういう匂いがおいしくしてるから。体にいい。体にいらっしゃる。約14種類以上の薬草から作られた A&W レッティアと漢方じゃん。めちゃくちゃめちゃくちゃ。なんか美味しいね。ちょっと何か変わった。美味しいよ。当たった。言葉を選ばずに言うと爆発だったと思う。言葉選んで。沖縄県民。あ、そんな感じなんだ。あ、もうまんまや。まんまや。まんまや。嬉しかったね。嬉しかったね。嬉しかったね。嬉しい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 ね。沖縄来たらじゃあ絶対ここ来い。間違いない。ありがとうございます。待って待って、結構ある。チェーン店ってこと？じゃあいっぱい。沖縄にしかないのかな。どうも。ね。この量と重さよ。いや、すごいね。この蓋の閉まらなさ。パンパンじゃん。本当だ、すごいね。パンパンだね。大きいね。思ったより大きい。ボリューミーだな。見て。ね。パンつって。パンつっちゃって。じゃあ炙ります。炙りがおすすめ。うお、すごい。ごめん、マッシュって言っちゃった。